聞く、海の始まり。7月29日 OA 第5話、あらすじ弥生、有村架純、との結婚報告と勘違いし舞い上がる家族に夏、目黒蓮、が娘、泉谷聖奈、がいたことを告げる。スノーマン、目黒蓮が主演を務める月9、海の始まり、フジテレビ系、の第5話が29日に放送される。海の始まり、第5話あらすじ。夏が泊まりに来ると知った海は大喜びし、ずっと住んでいいよと夏にくっつく。茜は、夏の両親に挨拶をしようと思っていると切り出すが、夏はまだ海のことを家族に伝えられていなかった。口ごもる夏に茜はため息をつき、さっさと話しなさいよと夏をせっつく。言い訳がましい夏と、口うるさく説教する茜。そんな二人の様子を見ていた海は、ママみたいとクスクス笑う。海のことを家族に伝えるため、実家に帰る夏。しかし、弥生との結婚報告だと勘違いして勝手にテンションを上げる母の由紀子、西田直美、父の和也、林康文、そして弟の大和、木戸大成の三人が夏を出迎える。ダイニングテーブルには手の込んだ料理が並び、完全なお祝いムードの中、夏は自分に娘がいたこと、そして、それが弥生との子ではないことを告げる。